えー、2024年、えー、3月9日13時6分、えー、こちらに、えー、ホームページ、青ケースの履歴からアクセスできるようにしておいたんですけども、右の指がかなり回復していました。2024年、これ3月8日、ちょっとここ,こ暗くなってますけども、昨日のことです。で、えー、アクセスしてみます。で、昨日の指の状態、えー、右手の3本指の。 状態ですねこういう状態で、えー、線が、えー、入ってない,い。あの、シワのことじゃないんですよ。今から1日後どうなったか。神がかり的な力なんですけども、結局白い線が入ってるでしょ。燃われてきてる。パソコンを打ち込むたびに痛みが走る。何かの攻撃を加えられてる。で、特にこの3つの指を狙われたのは iPad の指紋認証システムっていうものがあるんですよ。こういうものね。例えばこう、タッチした後、 読み込めない。指紋がやられてるから。で、これから先にまだあのパスワードで開ける方法はあるんですけども、こういう風うに。まあ、あのー、何が原因かわからないけども、なんらかの形で、で、これは多分人がその時その時、何か、あのー、淡井ス介を見ていて攻撃してるんじゃなくて、もうこれこ完全にコンピューター。もうこれが今の世の中の状態。 で